はい、一人でできるもんです。こんばんは。はい、今ですね、えー、新飯塚、福岡は新飯塚というところのですね、えー、ホテルにおります、うんえー。昨日はですね、あのー、朝4時45分の電車に乗りまして、6時25分の飛行機、福岡駅に乗りまして、えーうん 来まして10時15分くらいかなに、えー、と大和青蘭高校というね、えー、あの高校の学園祭になるんですかねで、えー、踊らせていただきました、ねえー、一応生徒さんたちにはシークレットだったということでね僕なんかでいいのかなと思ったんですけど、えー、やっぱ学生さんのパワーがすごくてですねすごい盛り上がってもらって非常になんだろう パワーをもらえたというか久々にあのー、昔のネタをね正方のやつだったんですけどね金蚊ネタをやらなくて正解だったんじゃないかなと思って思ってますねはいでその後ですね、まあ、ずっと寝てなかったもんで、えー、寝ようかなと思ったんですけどちょっと寝る場所がねなくてですねまあブラ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 してで福岡でいつもお世話になってる方の知り合いのね家まで行って 仮眠を取らせてて、いいただいて夜の街に GO ということでね、夜は、えー、ね、いろいろ連れてっていただいて、たくさんお酒を飲んで、ね、昨日はすごく、っていうか福岡はいつもね、面倒見てもらってるんですごく楽しいです。で、えー、今朝ですね、えー、9時半くらいに、えー、今度は脳型の方に。 の方にというか方でねえっ筑、と、豊祭りというねお祭りがありまして、えー、それに夕方の4時5時くらいから踊りましてで踊り終わりでイベントも終わりましてまあ、こっちの飯塚のホテルに、えー、送っていただいたとただ、えー、ね打ち上げがないということですね先ほど暇すぎてちょっと 散歩してきたんですけど新飯塚、ね、全然何もなくてですね、あどうしよう、やばい、これもうこのまま寝ないといけないのかなみたいな、はい、思ってたんですけど、えー、もうちょっと半分、ね、半分というかもう諦めて、風呂入って、テレビを見ながらタバコ吸って、ね、えー、いたんですけどね、先ほどですね、あの試合の方からですね、 暇もちだったらドライブ行こうよと誘われましてねラッキーと思って「あ行きます行きます」っつって今その人ちなんですけれどもねーまあでもあれですねえっとかねた祭りの方ではかねたやったんですけど皆さんあったかいお客さんでね えー、滑らずに済みました。もう滑る覚悟でやったんですけどね、なんとかうまくいったみたいで、えー、ね、皆さんありがとうございました。えー、質問に答えたいんですが、まあ出先なので、えー、ネット環境がないのでね、えー、質問はまたおうちに帰った時にでも返 <coughs> させてください。はい。いやー、本当とることないですね。うん。それくらいですかね。 まあたまには短いのもいいですね。今日昨日今日はこんなんでしたよくらいのお話でした。はい、えー、っと、明日明日は、えー、11時半くらいの飛行機に乗りまして、えー、東京戻ります。東京を戻った足で、そのまま吉本本社行って、えー、ツアーの練習ですね。もう本当時間ないんで、ツアーの練習をしまして、で明日は祝日なんですね。祝日の振り返かな なんで月曜日のレッスンがないので夕方からあの元生徒の子たちがね久々に遊びましょうよ、ボーリングしたいですということでえ生徒たち、元生徒たちと遊んできます。それくらいですかね。それでは非常に短いですが本当にしゃべることもないので終わりにします。